はい、どうも、お茶です。今日はね、ギルティギアの方のね、実況はね、なしで、スプラトゥーンの方だけね、撮っていこうと思います。まあ、理由はというとね、ギルティギアはね、今日ちょっとね、調子悪くてね、ランクもやりたくないんですよね。なんでね、今日は、ギルティなしでね、まあ、代わりと言っちゃなんですがね、スプラトゥーンをね、やっていこうと思います。はい。まあ、これからはね、基本こういうことないようにしていきますんでね、それでは、多分、本編までカットしてると思います。はい、ということで、見つけました。ガチパワー1400。結構高めですね。俺いつも1300ぐらいでね、確かやってるんで、多分そんぐらいがね、適切か、まあ俺のガチパワーなんじゃないかと思います。ということで、使用武器は必戦。まあ、ギルティギアの方見てくださってる方はわかると思いますけどね。俺は基本的に強キャラが好きです。ギルティギアでも。なので、もちろんこっちでも強武器の必戦を使っていこうと思います。はい。まあ、必戦はね、なんかもう一強みたいな感じになってますけどね。ヒッセンほんと強いですよ。まあ、俺、スプラトゥーン2からの新規なんですけど、ヒッセンのおかげでとりあえず B マイナスまで行きました。ちょっと待って、集中するわ。とりあえずね、こういう時はまずここで隠れる。あー、確保されてたな。味方が、なんか後ろにいるし。はいはいはい、とりあえずヒッセンバシャバシャ巻いて、殺していきます。そこです、インクアーマー。これが、マジ、今作ぶっ壊れ。やべ。どこだ、どこだ、出てこいや。あー、出た、マルチミサイル。お前、そんとこにいたのか。もう、これやばいっすね。これね、悪いパターン。すげえ悪い、これ。まあ、ガチエリアね、こう、占拠されるとね、このゲーム割ときつめなんですよね。お、ナイス、味方。今回、有能だわ。ナイス、いいね、いいね。こうやって打開するの、ほんとはクソ難しいっすよ、このゲーム。なのに、しっかり味方がね、ここは、打開をしていくと、いいことです。さあ、しっかりガチエリアずっと確保し続けて、これ塗りのマジ大事だから。このゲームキルするゲームじゃない。塗りを楽しむゲーム。ちょっとおかしいな。塗りゲーム。ほら、ほら。逃げられたか。いた。まあ、ああいう逃げたのは無理に追わない。味方に任せよ。オッケー、ナイスカウントリード。死ねてめ。お前で必戦のカモじゃ。やべえ、もう誰でもマルチミサイルで追いかけられたの。そいつの今、あれ食らったわ、被害。ふざけんな、マジ。俺食らってた、もしかして。でも見づらいんだよな、マルチミサイルのな、狙われてる、なんていうの円みたいなやつ。さあ、ガチエリア確保されていく。これ、マルチミサイル一気に崩されたか。お前、どっから来た？あれがカーリングボムで、え？そっち？ウホゴリアだ、てめえか。なんだろう、ホールドマーカーか。うざ、は？何？意味わかんねえ。このゲームでリスキルとか俺初めてされたぞ。やばい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 。ていうかさ、最近必戦見なくなったよね。なんか一回強すぎて修正入ったんですよ。それからなんか全然見なくなった。やばい、俺狙われてる。こういう時は後ろに避難しつつ、で、なんで攻めてきてんだよ、待って。あ、くそ。やばい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 。これやばいな、これ負けたわ、多分。これ負けますね、多分ね。これ打開も こうなるとむずいんだよ、こっちまでさ、色塗られてるじゃん。お、ナイス、味方有能だ、頑張るな、この味方たち。ちょ、待って、もうふざけんなよ。だからさ、こういう、なんつうの、相打ちは正直あんまよろしくないんだよね。相打ちするぐらいだったら、死なないで誰も殺さない方がいいという、まあ、ノックアウトですね。ということで、もう一試合いきますか。はい、ということでね、ほら、ガチはやっぱこんぐらい1300ぐらいが多分俺のこれ適正ですね。ということで、次、ホッケフト、どこだ、待って、ステージ名忘れたわ、なんだっけ、ここ。なんだっけな、こう、ホッケ不当で良かった気がする。ということでやっていきましょう。さっきの試合ね、やっぱ俺一番活躍してましたわ。一番上でした。うん。ちょっとでもダメ。ちょっと待って。逃げる。逃げるの大事よ。うわ、ガチエリア誘って。出た、北斎、お前。オッケー、猫丸。お前、北斎も強武器やけどな、必戦も強いんやで。わかるか？行くぞ、お前ら。お前、民間も使うんかい。これ、ダブルってなんか、効果あんのかな。これちょっと攻めすぎてるかも。待って、これ、北斎、絶対前これ。くっそ。猫丸って誰？北斎？あ、猫丸北斎か。あー、でもこれ待って、開幕きついな、これ。味方もうちょい頑張ってくんないかな。結局このゲームってさ、自分一人頑張ってもさ、あんまりあれなんだよね。しかもさ、俺まずスプラ2から始めたさ、ガチ、なんで死んだ今。隠れてたのか。お、北斎、お前絶対殺す。OK、ナイス。この俺の活躍だろ、こんなん。感謝してくれ、お前ら。こうやって勝利に導いてあげるのが俺の役目。
じゃあちゃんとここら辺もね、しっかり塗っていく。ここ大事。行くぞ、お前ら。ああ、なんかいる。ちょっと待って、やばいやばい。逃げろ、一回逃げろ。あって死ぬ。助けて。危ねえ。オッケー。死なないことが大事。大丈夫。チャンスなんていくらでもある。オッケー。しっかり必殺潰していく。ただの塗り。ああ、出た、インク不足。これ、落としいんだよな、マジ。オッケー、ナイス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 。行くぞ、このまま。カウントリードまで。しかも、もうノックアウトしよう、この調子で。オッケー、ちゃんとインクを貯めて、オッケー。あと2秒ぐらい。あと2秒ぐらいでこっち逆転する。オッケー。待って、後ろが必殺来てる。お前、いつも後ろ。こいつら後ろ見えんだもん。俺ばっかしか見てない。くっそ。やっぱ必殺強武器だわ。やられたって分かってんだよ。たださね、後ろ見ようぜ。今ので学んだでしょ。後ろ見ないとね、負けるんだよ。やばいやばいやばい。しっかり、こういう時は、食い棒ね、とりあえず投げていく。俺も裏取りするかも。待って、マニューバーマニューバー。ちょ、頼んだ頼んだ。行けお前ら。行くぞ、一気に打開だ、これで。オッケー、いいよいいよいいよ。いいね、打開うまいね、この味方たち。オッケー、あと何人殺せば。こっちのおた、オッケー。あとあいつラスト。あー待って、オッケーオッケーオッケー。で、困る。ちょ待って、インク切れ。いいぞいいぞ、この調子でずっと行くぞ、このまま。待って、ほらもう必須のやつ毎回裏取りしてきてる。ちょっと俺恨み張ってよ。いるねいるね。オッケーオッケー、いけ、死ね、クソダメだ、逃げろ。猫丸、オッケー猫丸。オッケーオッケー、いいよ、しっかり俺活躍してるよ。ナイスでしょ、ありがとう。でこっちから、あ待って、なんかバレてる、ストップされてる。お前ら行け。オッケー、いいよいいよ、勝てる勝てる、全然勝てるこれ。俺もくすばれてる。待って、やべ、オッケー、うしまった。あと頼んだ、あと頼んぞお前ら。オッケー、いい、あと3秒2秒。くそ、こっから負けるのが、くそ、このゲームなんだよ。このゲームはこっから負ける。これは何度も経験してきた。せめてね、こっちが一回ガチエリア取ってから、なんか取られたりまたしないと負ける。1回とにかく1回だけでもガチで取れば。やばいやばいやばい。でこうなるとね、死なないことがまず大事なんだよね。ああ、もうインクはまた終わったのに、使ってから死ぬ、よかった。ああダメだこれ、負けるやつ。ああもうダメだ、負けた。もうほんと味方さ、これ、ちょっと味方もうちょい頑張ってくんないかな、ほんま。お前俺超頑張ったぞ、おい。はい、ということでね、スプラトゥーンはね、味方が本当大事、運ゲーです、もはやこんなの。味方の強さによって勝ち負けがね、変わるゲームです。はい、ということで、こんな感じで動画になりました。まあ、定期的にね、スプラトゥーンの動画ね、出していこうかなって思います。ということで、どうもご視聴ありがとうございました。